はい。何してたっけ？何してたっけ？これ登ってきて、はい、パート5か。登ってきて、音降りるだけやっけな。実は今すごい時間で、すごい時間よ。なんか寝れんくなってきた。なんかめっちゃカクカクしひん、ここ。単純にステージがカクカクしてるからか。なんか道具拾い忘れてるやん。相性良さそうじゃない？こんなんワンパンでしょ。今バッチまだ2個やっけ。めっちゃ金くれるな。こっちは毒？はいはいはい、ときます。これは登れんのかな。お、リゾチウム、こういうのは使っとく。リゾチウムって何やっけ。防御。使うでしょう。ジラーチでしょう。さすがに、あ、でも鋼、あ、ジラーチでしょう。エスパーあるしな。確かこれ上やったよな。お、なんか来た。やっぱりほぼ2回目やけど、ほぼ初めてやる気持ちでやってるからめっちゃ新鮮で楽しいね。小豆屋さんや。はあ、まあポケセン行っときますか。ああ、卵か。うん。預かり屋。あれ？ここは何もないん？
新聞社とかあるけど、せっかくやから言っとく。ほう、何それ、めんどくさいわ。そういうものの頼み方はなくない？なくない？それが人に物を頼む態度かと。わわわ、邪魔邪魔、あれ受けへんのか、これ。え、よくわからんな。まあ、いっか、いきますか。このおっさんは、お、トレーナー？あ、トレーナー？ザック。ああ、こいつね。なんか、命中95なのがちょっとな、気持ち悪いよね。メインウェポンがね。おお、第二世代攻めね。いいよね、悪タイプあると、悪タイプあるといいんかな。そうでもないか。お、ちょっと足りんな。かな、あ、なんやっけ、なんちゃらのお札、あれ持たせる。実用的な意味で、これか。木の実は取っときますか。これ邪魔やねんな。どうやって戻せへんのかな。邪魔。え？マジで邪魔。これ戻せへんのかな。まあ、いっか。学校から連れとくか。羽休め。技マシン一回使ったらなくなるのちょっとねえ、使いにくいよな。
まあ葉っぱカッターかな。まあ体当たりでいっか。これ見てる人は何時に見てるか分からんけど、普通にビール飲んでるという申し訳ない。ちょっと申し訳ない。ちょっとね。ピカチュウだけやたらな、鳴き声が。気合入ってるな。林ガメ遅いんよな。いうことしちゃう。せっかくやからトレーナーは戦っときたいなっていう。せっかくって何がないな。まあせっかくやな。配信してる人たちいいよな、あれ楽しそうやんな。視聴者がいてさ、コメントとか読んでさ、あれやってみたいな。それなりに人気にならないと。例えば生放送やってねえ、最低やっぱ10人とかいないと。1人視聴者一人とかやったらどうなんやろ。それでも楽しいんかな。やってみたいけどな。やっぱ。すごいありがたいことに登録者がこう月1人ぐらいのペースで増えている。
信いいよね。生配信。あ、自分自身も生配信見てるの好きやしな。マリカの大会とかさ、めっちゃ見るの好きや。あ、ポケモン？ポケモンはちょっと一試合一試合が長すぎて、生配信はちょっとしんどいかもしれない。自分的にはえ？トレーナーやったの？トレーナーも22レベルとか来たな。危なぁ。配信何するのって感じやけどな。でもポケモンやと何がいいの？あ、こいつら全員トレーナバリヤードって悪？フェアリー混ざってる。何タイプ？エスパー単体じゃないんや。じゃあ葉っぱカッターでいっか。絶対いらんやろ。なりきるな。こいつら全員トレーナー？多いな。変だべ。ソッキーって岩単体やっけ。分からんくなるよなこいつ。違う、いや単体か。ちなみに今飲んでるのは
僕ビール、君ビール。なんか楽天市場でよくクラフトビール5本セットみたいなやつを買うよね。クラフトビール好きなんよね。なんかこう妙に、てかまあ苦いビールが好きで、苦ければ苦いほど好きで、あれ違う。10本ぐらい。何やったっけ、どんなんやったっけ。100。おー、コスパいいね。それなりに良かった気がしたから10本買っといた。特に何もない。絶対なんかツイッターで酒飲みまくってる感出してるから良くないよね。そんなに飲んでないけど、飲んでる時に出すせいで良くないよね。教育に良くないか。そんなに飲まん。ノンアルビールは箱買いしてるけど、モンスターとノンアルビールは箱買いしている。なんかやべえやつやな。あ、あと炭酸水。炭酸大好き。ウィルキンソン大好きよ。ウィルキンソンはつ、うわー、家庭よくないな。今も目の前にウィルキンソンの箱があるわ。これ何が違うんやっけ。これいらんか。ウィルキンソンな、美味しいよな。お、ウィルキンソンなくなる、ある程度残ってる状態で一箱買うせいで、なんか結構邪魔なんよな。なくなったら悲しいしな。葉っぱカッターの PP が。まずい。噛みつく噛みつくでいくか。これ何？格闘毒？少女技は使わんでしょう。ここで。
削ってくるね。25レベルとか出てくるよな。こっちか。モモンが毒やっけ。ちょっと忘れたな。だと毒消しとかいらんかったな別に。今思ったら。ん？こっちじゃないんか。え？あ、そっちね。あ、そっち行けへん。まあ、いっか。あ、トレーナーいた。3体もいる。こいつ体当たりの方が入んのかな。そうでもない。やっぱそうやな、毒混ざってるよな。前回パートでもジム行ってないよな。なかなかこんなにポケモンってジムとジムの間あったっけ。ちょっと新しいシリーズ久しぶりやからな。ソードシールド以降何年やってない新しいシリーズ。あれいつ出たっけ ?2 年前やっけ。ストーリーをやるのがめっちゃ久しぶりやな。2体、2体ずつ。お、猿いるやん。どうしようかな。カッパカッターでいっか。そっか、格闘混ざってんのかこいつ。ジラーチが強いんよな。さすがに強いよな。お、ギャラドス。どうしようかな。多分倒されちゃうよな。うん、こうかな。狙われるよねこっち。これでいく。
ンギラー強すぎる。危な。ユンゲラー強すぎ。まさかの。これジラーチン言ってくれるかな。そうなるよね。まあいっか。倒せんか。ジムまで行けるかな。拾っとこう。お、町に来た。これが違うくね。ここか、合ってるわ。なんかいるね。あ、銀河団の倉庫。お、デパート。とりあえずジムかな。何がいいやろ。卵なかなか生まれへんな。これマナフィーじゃないやんな。これマナフィー。これデパート。まあ、言うてまだそんな金もないし。あ、いた。こいつは対戦しひんの。なんじゃこれ。格闘感すごいよ。決まったな。ジラーチで行く。ジラーチで行く。せっかくやし。負ける気がしない。
ちょっとね、クバードの方がレベル高いからまあいいかなっていう。もうあれやん、ジムのトレーナー総出で PP からしに来てるやん。やば、やってることやばいな。マジで総出で PP からしに。なんか言った今。トレーナーを追わない。そうでもない。あ、4人。とりあえず全部倒すか。朝なんな。地味にエスパー。当倍やしな。強っ。まあこっちにはムクバードもいるんでね。ゴーリキ経験値もうまいしな。おお、足りない。不安なん。え、なんかあったっけ。ジラーチってなんかあるっけ。時間、そんなことある。ん、なんなんやろ。まあいっかいいのか。調べた方がいいんかな。それすると面白くないか。まあいっか、気にせず行こう。ゴーリキ好きやな。地味に強い。思念の頭突き。あー、どうしようかな。手助けいらんか。こいつらは防御高いやろうし。あー、これきついな。撫でてほしい。なんで、なんかあった。え、どうしたらいいの。撫でてほしい、どうしたらいいの。
かった。一旦目ビルド積まれてたら結構だるかったな。でしょう。とかジラーチを撫でろとか言ってたよな。なんで？やばい、分からん。分からんからいっか。まあとりあえず橋から行くか。行けんかったら意味ない。そっち側にって移行さなあかん。一番右を抜けないといけない。これを押さなあかんのか。これを押して、で、これを押すと。で、今度こっちか。これは無理か。あ、いけんのか。これでいけんのか。そういうことか。これで戻ればいいんか。こうですか。寄ってるおじさんでもなんとかいけたな。時間かかった気がするけど、さすがに寄ってるおじさんはきつい。すもも、おー、いい。
技持ってるなこれ。マジか。電光石火で落ちるかな。いや、こっちの方が早いか。なかなかいい技持ってるね。宿り木か。いや、いらんな、別に。ルカリオ。はあ。どうしよう。どうしよう。どうする？そうか、こいつルカリオか。ムクバード見捨てる？ムクバード見捨てようか。いつもきついよな。ゴリ押すか。ゴリ押すのが一番いいな。あ、向こうの方が早いか。さすがルカリオやな。あ、防御ダウンはきつい。お、これはついてる。うわー、強マジ。あ、そんな強い。まあさすがにこれでいけるかな。ビルド、ここで。まあそうですね。ほう。結構やばくないこれ。どう、混乱悲観かな。多分一撃でやられる。うん、あ、まあいけるか。ジラーチいるしな。いや、結構結構やられたな。強くね、こいつ。危な。ついに最終進化まで来た。やったね。そうか、地面タイプ入るんか。地味にメガドレインいらんよな。特殊やもんな。地震は強いな。そうか、30ギで地震覚えるんやな。よーし。空を飛ぶ使えるんや。
パンチ。まあ、いっか。お。なんか、ナンパか？ナンパかというか、待ち伏せか？あー、これ、キリいいと思ったけど、ここでやめたら、めっちゃ忘れそう。次の、次何すればいいか忘れそうやな。そこまでいくか。これ何？そこまでいこう。まずポケセンいかんと。卵生まれへんな。そりゃもう土台トスでしょ。倉庫。倉庫あったね。入ってすぐぐらいやったな。ここにしよう。よし。じゃあここまで。ではまた次回。